こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、ランカンルピー前に行きそうです。エイトウィナー、それに続いています。さらにはソロデアルキメです。5番スニッツァランド、その後ろランカンルピー、先手を取りました。その外にスイーティフランシス、その隣にスイフトアサート、内からはカーズシャープ、並んで7番カーペンターオーラだ。すぐ隣にカルテッドトライアル、その後ろからはスパイシーエプソム、これに続くのがサンライングレイル、クリミナルエイド、そのうちに続いています天のヘビロテ、後ろからになりました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。ランカンルピー先頭、あと 200m、 後続を大きく引き離しました。ランカンルピーアドバンテージをキープ、後ろはどうか。2番手は天のヘビロテ、ランカンルピーゴールイン、2着は天のヘビロテ、3着にスニッツァランド、勝ったのはランカンルピー、見事な勝利です。こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。メルデイルウィンディー、これはいいスタートを切りました。スタイル&トレール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してホリデイキーパー、花に立ちます。その後ろからはスタイル&トレール、この馬も上がっていく構えです。さらにはガーデンオブカマー、漆黒の馬体タプローナース、その後ろ先手を取ったのはホリデイキーパー、そして大きく離れてカレリーナカニディア、この位置です。その隣にジュリエコーン、すぐ後ろにハイエストナレーター、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はホリデイキーパー、2番手はガーデンオブカマータプローナース、3番手最強女王ジェンティルドンナ、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はホリデイキーパー、間が空いてガーデンオブカマータプローナース、続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ホリデイキーパー先頭、ジェンティルドンナ先頭、リードを広げにかかります。残り 200m、 後続を引き離しにかかります。2番手はハイエストナレータージェンティルドンナ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はハイエストナレータ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらオーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオーカサスガラー社ミラクルノーション。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してミラクルノーション花に立ちます。その後ろからはオーティアスカンパニー、この馬も上がっていく構えです。では前の方から、先手を取ったのはイッツアダンディールミラクルノーション、すぐ後ろ、その後ろにオーカサスガラー社、その後ろにパッシングバックオーティアスカンパニー、それに続いています。好位置をキープしています。カタノケイオン並んで8番ワッツダチャンシズ、すぐ隣にテイクアデザート、その後ろからはサラストロッド黄色の帽子、フライトファーロー、その後ろセレナーズスウォーム、この馬もこのグループ、その外からブレスグレンビア、内からはクラッシーシャマーダル、スピニングウィッシュションズ、それに続きます。さあ先頭は依然として1番イッツアダンディール、2番手はミラクルノーション、オーカサスガラー社、3番手カタノケイオン、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はイッツアダンディールミラクルノーション続いています。その外からはオーカサスガラー社ワッツダチャンシズ続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はカタノケイオン、内からイッツアダンディール、残り 200m カタノケイオン余力は十分、さらに引き離していく。2番手はイッツアダンディールカタノケイオン今ゴールイン、段違いの強さです。2着はケミトゥース、3着にイッツアダンディール、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノケイオン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ダイワマッジョーレ先頭、あと 200m 一気に後続が襲いかかってきた。天野蓮舫迫る、天野蓮舫差し切った、天野蓮舫ゴールイン、2着にはどうやらダイワマッジョーレ、3着に片野頑張ろう天野蓮舫、見事1番人気に応えました。
春風薫る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。おっとレッドレイブン、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にアロマカフェ入ってゲートイン完了です。スタートしました。レッドレイブン、これは遅れてしまいました。まずは先行争い、ディサイファー前に行きそうです。ビートブラック、それに続いています。さらにはロゴタイプ、前哨戦の勝ち馬天の海猿、その後ろビートブラック先手を取りました。これに続くのがビルシーナ、ホエールキャプチャー、それに続いています。内からはガイセンリア銃、さらにはアドマイアラクティ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その外に中山ナイト、ダノンカモン、そのうちに続いています。その隣に絆、その外からダークシャドウ、並んで古豪、アロマカフェ、内からはレッドレイブン、赤の帽子フェノーメノ、その後ろしんがりからウィンバリアシオン。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ1番ビートブラック、ビルシーナ、ほとんど差がありません。間を挟んでロゴタイプ、3番手天の海猿、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はビルシーナ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ビルシーナ先頭、外から勢いよく天の海猿先頭、あと 200m、 一気に後続がやってきた。2番手はロゴタイプ、天の海猿先頭だ。先頭は天の海猿、1着でゴールイン。2着はロゴタイプ、3着にウィンバリアシオン。天の海猿 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。春風薫る阪神競馬場に早くもスターホースたちが集結しました。いざ古馬王道の主役をかけて G1 大阪杯まもなく発走です。さあ最後は大外枠のアテナスキルフル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。モリアーティ、これはいいスタートを切りました。アテナスキルフル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアテナスキルフル鼻に立ちます。その後ろからはモリアーティ、この馬も上がっていく構えです。さらにはバルマールカイ、4番クリスタルフィドル、その後ろ先手を取ったのはアテナスキルフル、間が空いてトットワールス、ナイツエア、すぐ後ろ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。並んで3番アブーキアフィリス、その外に天の海猿、リトルルナ、そのうちに続いています。その外からデンジャラスミルキ、緑の帽子サンケイメロディー、その後ろこれに続いてキングアルフォンソ、内からはロードエンパイア、その隣にゴールドフェザー、スリーライオンズ、この馬もこのグループ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ16番アテナスキルフル、アテナスキルフル後続を引き離す。2番手はクリスタルフィドル、パルマールカイック、3番手モリアーティ、いい位置です。さあここからどうか、後続集団も追い上げにかかります。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはモリアーティ、あと 200m、 モリアーティ余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はナイツエア、モリアーティ先頭だ。先頭はモリアーティ、1着でゴールイン。2着はナイツエア、3着にクリスタルフィドル、勝ったのはモリアーティ、このレースを制したのはモリアーティ。
Thank you.
さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋ルイリ先頭、外から西野アライブ先頭、凱旋ルイリ先頭を捉えるか、あと 200m 西野アライブこのまま振り切れるか、2番手は凱旋ルイリ、この足色はどうか、西野アライブ先頭だ、西野アライブ、西野アライブ1着、2着にはどうやらスマートレイヤー、3着に凱旋ルイリ、勝ったのは西野アライブ。三歳牝馬クラシックの第一弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠のフールズカルチャー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。パシフィックギャル、これは好スタート。ベルカント、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通りベルカント、先頭を伺います。パシフィックギャル競りかけていきました。さらにはフォーエバーモア、 G1 2勝天野キャロータン、その後ろベルカント先手を取りました。少し開いてエアデオドラン、その外からフールズカルチャー、並んで9番アガールズファイア、湘南パンドラ、この馬もこのグループ、その外にヌーボレコルト、黄色の帽子レッドリベール、その後ろすぐ後ろにアンガールシティ、内からはクイーンズリンガー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでパシフィックギャル先頭に変わりました。2番手はフォーエバーモア、ベルカント、3番手天野キャロータン、まだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。パシフィックギャル先頭、前に迫る湘南パンドラ、さあ先頭に立ったのは湘南パンドラ、あと 200m 湘南パンドラ伸びてきた。2番手は天野キャロータン、湘南パンドラ先頭だ、先頭は湘南パンドラ、1着でゴール、2着にはどうやら天野キャロータン、見事に勝ちました湘南パンドラ。
一番速い馬が勝つ重戦車、底知れぬ実力、確かな先行力、底知れぬ実力。
こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは天野ハヤブサ、アーリーエポセット。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアーリーエポセット行きました。続いて前へ行くのは天野ハヤブサ、さらにはアウターグラディオラス、 G1 馬オビアスリー、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはアウターグラディオラス、バルアバリ、それに続きます。これに続くのがイングリッシュランプ、並んで漆黒の馬体フォックスノーティー、その外にロッキーアイアン、ピコマーブル、そのうちに続いています。その後ろにアンドラフテッド、その後ろにディッシュカラリン、その隣にコンサルタンツフェアリー、その横にエモリエント。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はアウターグラディオラス、オビアスリー、ほとんど差がありません。3番手に天野ハヤブサ、絶好の手応え。天野ハヤブサまだ来ない。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はオビアスリー、あと 200m、 オビアスリー後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手は天野ハヤブサ、先頭はオビアスリー、1着でゴール。2着は天野ハヤブサ、3着にバルアバリ、勝ったのはオビアスリー。見事な勝利です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。天野スカイツリー先頭、後続大きくちぎれました。ネオリアリズム必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して天野スカイツリー後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はエイシンブルズアイ、天野スカイツリー1着、天野スカイツリー完勝。2着はエイシンブルズアイ、見事に勝ちました。天野スカイツリー。短い直線に入って後続は届くかどうか。あと 200m、 先頭は凱旋タワースボ、日高ヤミネンス必死に追いすがります。凱旋タワースボ先頭、2番手は日高ヤミネンス、凱旋タワースボ1着、2着は日高ヤミネンス、3着に東証ベンチ、見事に勝ちました。凱旋タワースボ。
先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ、最後は大外枠の鈴鹿デビアス。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。エーシン光好スタート。ステファノス、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはエーシン光、続いてステファノス、さらにはイスラボニータ、栗色の馬体、ゼウスクリスタル、その後ろエーシン光、先手を取りました。大きく離れました。フィールド風船、その外から型の維新、その外にモーリス、並んで18番、鈴鹿デビアス、内からはソシアルデコア、青の帽子、フーザワールド、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ後ろにラングレー、凱旋 LCC、 そのうちに続いています。その外にビッグフィアレス、その外にハギノハイブリッド、その隣にメジロクラシック、エルポンダー、それに続きます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで1番、ワン&オンリー、前はエーシン光、2番手はステファノス、3番手にイスラボニータ、絶好の手応え、イスラボニータ、いい位置、安城のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ、先頭はエーシン光、4コーナーをカーブして、さあこれからです。エーシン光先頭、あと 200m、 先頭は依然としてエーシン光、トゥーザワールド、抜けた、モーリス、差し切った、2番手はトゥーザワールド、モーリス、モーリス、1着、2着にはどうやらトゥーザワールド、安城お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはモーリス。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノドラッカー先頭、外からアマノグ、あと 200m、 アマノグ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はシルクメビウス、アマノグ強い強い、アマノグ圧勝ゴールイン。2着はアマノドラッカー、3着にシルクメビウス、アマノグ見事1番人気に応えました。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。アマノアンドロイド先頭、リードは1馬身から2馬身。2番手はアドマイヤブルー、アマノアンドロイド先頭、先頭はアマノアンドロイド、1着でゴールイン。2着はアドマイヤブルー、3着に東海ポラミア、アマノアンドロイド見事1番人気に応えました。
Thank you.
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ソロ先頭、突き放しにかかります。内で食い下がる天野 AKB、 シュリス・デゼーグル、いい足、ここから勝負をかける。残り 200m を通過して、とてつもない強さ。2番手はシュリス・デゼーグル、ソロ1着、ソロ完勝。2着はシュリス・デゼーグル、3着にトレーディングレザー、勝ったのはソロ、見事な勝利です。
こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。タタノプツイッター好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくタタノプツイッター行きました。続いて前へ行くのはブリジットティーチャー、さらにはガンドリアスペシャリスト、11番アンコイルド、その後ろ先頭はなんとなんとタタノプツイッター。場内も大歓声。大きく離れましたガンピット、その外からステファニーズキトゥン、その隣にビッグブルーキトゥン、その後ろからはウエスタースターク、その外にタンブルエレクト、黄色の帽子グッドネスシャーディー、その後ろすぐ後ろにアガールズフリッター、ラシアンコンバット、そのうちに続いています。並んで3番ビートゥンアップ、しんがりからキューピットファイル、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。依然として先頭は G14勝タタノプツイッター、先頭は依然としてタタノプツイッター、2番手はアンコイルド、間を挟んでビッグブルーキトゥン、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。タタノツイッター先頭、外から勢いよくビッグブルーキトゥン先頭、ステファニーズキトゥン懸命に追いすがります。あと 200m、 先頭は依然としてビッグブルーキトゥン、2番手はステファニーズキトゥン、ビッグブルーキトゥン、この馬で決まりか。ビッグブルーキトゥン強い強い、ビッグブルーキトゥン圧勝ゴールイン。2着はステファニーズキトゥン、3着にウエスタースターク、勝ったのはビッグブルーキトゥン、見事な勝利です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。フーラブライド先頭、後続を引き離しにかかる。残り 100m、 2番手はテンマバラクーナ、フーラブライド、この馬で決まりか。フーラブライド強い強い、フーラブライド圧勝ゴールイン。2着は微妙です。見事に勝ちましたフーラブライド。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノテルマエーロ先頭、後続を引き離しにかかる。ダイワレジェンド懸命に追いすがります。アマノテルマエーロ先頭、残り 200m、 後続は遥か後方。アマノテルマエーロ先頭です。このまま押し切るか。2番手はペートフェスタ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はペートフェスタ、3着にマイネセット、アマノテルマエーロ見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。トーケイヘイロー先頭、外から勢いよくアルキメデス先頭、残り 200m を通過して一気に後続が抑えかかってきた。一気にサトノギャラント、アルキメデス先頭だ。2頭がほぼ同時に突っ込んできました。アルキメデス、サトノギャラント、わずかにサトノギャラント、体勢有利。
当の春の盾、カムイシネサン、確かな先行力。
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Look.
Thank you.